こんにちは、つちのこです。ポケモン不思議なダンジョンマグナゲートを続きやっていきましょう。さてさて、スターがムンナたちに捕まった罠かもしれない。しかしだからといって見過ごすわけにもいかないぞ。ポカノコとサザンドラはスターを助けるためにムンナたちの待つ風穴の丘へと向かうのでした。さあ早速、行くところからスタートですね。わあ、広い、すごいな。大丈夫ですか？こっち見てくれたサザンドラ。よし、行くぞ。普通に、うわ、メラルバとかいるんだな。行きましょう。よし、どんどん下っていくぜ。あら、なんだこれは。プリズムじゃないのか。フリズム、中が白くなってる。すでに何か録音されてるのか。フリズムは大変珍しいもの。この風穴の丘に普段落ちていたりすることはありません。ということは誰かがわざと置いたということか。フリズムを温めてみた。凍った部分が溶け、音が流れ始めた。お前たち、どうしてこんなことを。スターの声だ。ムンナはポカノコに助けを求めちゃんじゃなかったの？なのにどうして。ふん、ありゃ騙すための演技だよ。ポカノコはこの世界にいてはいけないんだ。だからおびき出して排除する。ポカノコがこの世界にいてはいけないって？うが、ドクドクドク、いちいちうるさいログね。おとなしく捕まってるログ。ふぐ、入っていた音はこれで全部のようですね。やっぱりスターさんは捕まっていたんですね。来たのは正解でした。隠れてこっそり録音し、それをこちらに聞かせるためにわざわざここに置いてったってことか。しかしこのフリズム、よく見ると、ポカノコさん、この先どんな罠が仕掛けられているのか分かりませんし、そうでなくても敵は多く、分が悪いことはからには変わらないです。とにかく敵に見つからずにスターさんを探し出し、なるべく戦わずに脱出する。助け出す道はそれしかないでしょう。慎重に作戦を練っていきましょう。大丈夫これ。出たー、モンスターハウス来た。ちょっとまたモンスターハウス来たよ。まずいな。まだこれは一旦こうですね。頑張れ。一旦、おー、ナイスナイスナイス。今一つ、さすが、さすがっす。あ、マジか。みんな逃げることはしないんだね。じゃあこうしてサザンドラの状況だけしっかり見る。左引っ掛け、ダメージはない。さすが。火の粉をかけつつ、じゃあ敵を動かせなくするやつにするか。いや、これでも今この状況、ここの場所で撃ってもダメな気もするけど、大丈夫か？任せて大丈夫ですかね。まずいですよ。サザンドラにダメージはない。強すぎ、サザンドラマジで。敵縛りの部屋中の敵を混乱。おお、混乱できた、できた、できた。よし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 。オッケー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 。嫌なく倒れたよ。あー、ウルガモスに進化しちゃった。大丈夫かこれ。上の状況が見れてないけど、サンダースを倒す。よし、サザンドラ鈍足になった。ドレディアは高校生、メラルバ倒れた。こっち
キノコを当てつつ。ルリリもいるのか。よしよし、混乱結構効いたね。はい、吹き飛ばされた。あ、ちょっと待って、大丈夫？サザンドラにちょっと HP だけチェック。HP37。 これは危ないので一旦オレンの実を、オレンの実で回復させてあげましょう。ほいほいほい、 OK。 待って、 PP がないとかじゃないよね。なんか吠えるばっかりやってるけど、ちょっと見てみるか。もう一回ステータスを。大丈夫だよね。なんで吠えるばっかりやってんだろう。よし、自分が行っちゃうとちょっとワンチャンやばいから。ほい、 OK。ウルガモスだけちょっとやばいな。よし、 OK。 サザンドラは大丈夫だけど、ここでゴローンの石かな。ゴローンの石投げて、あと4体か。ゴローンの石を投げて、よしよしよし、サンダース倒れた。弾ける炎を、あ、マジか。 HP もっと確認してればよかった。ゴローンの石投げる。待てよ、よく見ろ。5のダメージ100あるから、糸を吐いて鈍足2、まだ大丈夫だね。 OK、 効果抜群。あ、 この後やばいね。この後やばい。ウルガモスがやばいな。ちょっとだから、あー、もう39だか、まずい。回復して、いや、まずいね。これちょっとアイテム使いますか。普通にゴロンの石投げるか。やばいやばいやばい、これまた倒れちゃうよな。51か。部屋中の敵を遅くして、これで命中下がっちゃって、こうして、オッケーオッケーオッケー。でニトロチャージで、よし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 。で、ウルガモスで、オッケー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 、来たぞこれ。うわ、強っ強っ。よし、終わったあぶねえ、マジで。キラキラ床金塊、よし。あー、大変でしたね。まだみんなでアタックみたいなやつがなかったんで、ふう、よかったよかった。危ない危ない。さあ、12回やってきました。お、
なんだこれ、金塊。なんかいっぱいいっぱい金塊がすごいね。ほい、ポカノコさん、見えてきましたよ。もうすぐ風穴の丘の頂上です。気をつけていきましょう。はい、わかりました。すご、なんかいっぱいいるぞ。ドリューズ、大丈夫かな。あ、ムンナがいる。ドクドクドク、捕らえられた気分はどうだ、ラッグ。ふん、答えたくないか。まあいい、ロッグ。しかしムンナ様、奴らいつ仕掛けてきますかね。夜になるのを待ってから動きますかね、ロッグ。確かに前は暗闇の混乱を利用して逃げられたが、でもどうかな、同じやり方が二度も通用するとはポカノコも思ってないだろう。まあ、あの時の起点を聞かせてお前がシャンデラを攻撃したのは見事だったがな。ムンナに褒められたって嬉しくないよ。それよりもお前たちにポカノコを捕まえることはできないよ、絶対に。ドクドクドク、よく言う。貴様今のざまが分かってるのか、ラッグ。こんな情けない状態で捕まっているじゃないか、ラッグ。確かに私は捕まっちゃったけど、でもポカノコは私とは違う。ポカノコは捕まらないよ、絶対に。どうかな。まあとにかく奴らが来れば分かることだ。今度こそ逃がしはしないよ。向こうはこっちの隙を必ずついてくる。もしかしたら長期戦になるかもしれないが、絶対に気を抜かず見張るんだぞ。了解です、ロック。ドクドクドク。バトルになるのかな。そして時は少し流れ、ふーん、ふーん、もう暇だ、ロック。あいつらいつになったら現れる、ロック。お前たちにポカノコを捕まえることはできない。もうなんかツタ、大丈夫これ、なんかおしゃべり人形みたいになってるけど。ああ、もういい加減そのセリフは聞き飽きた、ロック。うるさいから黙って、ロック。カタカラコロん、なんか今向こうから物音が。ちょっと見てくるか。なんだ、石が転がっただけみたいだ、ロック。驚かせやがっ、うおー、何、え、すげえな、あ、隠密じゃねえか。もうなんとかここまで潜り込めた。ツタ、助けに来たよ。これはプリズム。どうやら引っかかったようだな。え、うーいて、わざと殴られるのも楽じゃない、ロッグ。気がつかなかったようだな。ツターの声をプリズムに入れ、ツターとプリズムをすり替えたのは。無駄だ、逃げる隙はないぞ。前はシャンデラを攻撃し暗くなった混乱をついたが、あいにく今は明るい。今回はその手も使えないぞ。クッ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 ク、ポカノコ、今度こそ逃がしはしないよ。ブニャ、そういえばあれ、サザンドラがいないにゃと。確かにサザンドラの姿が見えない。どこに行ったでごわすか。上だ、笛を見ろっく。まさか、かっけえ、すげえ、その技何ですか。僕イベントだからでっかくします。すご、おお、おい大丈夫か、そこツターがいたかもしれないんだぞ。いや、めっちゃ逃げてる。ポカノコはポカーンだけど。よし、穴が開いた。しまった、みんな追え、追うんだ。くっ、傲慢だ。マンダの流星群。お、すご、サザンドラ追いかけっこしてる。はあ、風穴の丘に入る前にサザンドラは言っていた。この丘は所々に穴が開いていて、それらはみんな洞窟のようにつながっていると。ツターは途中まであの岩場にいた。ということはこの先がツターがいる場所につながっているはずだ。いた、ツターだ。ポカノコ、ポカノコなの。縄か何かで縛られているのか。ありがとう、動けるようになったよ。
外に出よう。あ、本当にツターじゃん。あっさり見つかったんだな。引き止まりドリューズ。おお、なんかヤバそうなのがいるの。あ、めっちゃいっぱいいる。大丈夫か。おお、すごい、連れ去った、綺麗に。みんなジタバタせずにおとなしくしてるな。あの首つつままれた猫みたいに可愛いじゃねえか、ちょっと。ツターね、ツターの脱力感おもろいんだけど。おお、やりますね、かっこいい。首根っこ掴まれてるぞ、草むしりじゃねえか、ツターを。さあ行くぜ。はあ、あそこに岩陰が。とりあえずあそこに不時着しましょう。はあ、ここならすぐに見つかることはないかな。かなり苦しそうだけど大丈夫？攻撃を受けたみたいだけど。大丈夫、ほんのかすり傷ですよ。じきに回復すると思うので少しここで休ませてください。敵が追ってくるかもしれない時にとても申し訳ないんですが、助けてもらったのはこっちなんだから、謝らなきゃいけないのは私の方よ。本当に引きともごめんね。私が捕まったばかりに危険な目に遭わせて本当にごめん。でも助けてくれてありがとう、ツタ。お安いご用ですよ。それにしてもよくあそこでムンナたちの罠を見破ったね。フリズムを使った罠、あれはまあ注意深く言ったのが良かったのと、あとポカノコさんの助言が大きかったですね。あの時風穴の穴の途中まで行った時、あそこに置いてあったフリズム、あのフリズムを見て思ったんだ。やっぱりツターさんは捕まってたんですね。来たのは正解でした。ツターに隠れてこっそり録音し、それをこちらに聞かせるためにわざわざここに置いたってとことか。このフリズムよく見ると貴重品だ。だから最初見た時はツターのものだと思った。それをムンナたちが奪ってツターの声を録音しあそこに置いたと思ったんだけど、でもよく見るとツターのフリズムとは少し形が違う気がした。ということはあのフリズムはムンナたちのものということになる。だったらフリズムがいかに珍しいものとはいえ、ムンナたちは他にもフリズムを持ってる可能性を考えなきゃいけないと思ったんだ。なるほどな。そしてポカノコさんが私に言ったんです。もしかしたら使った罠を仕掛けてくるかもしれないって。そしたら本当にそうしてきたからびっくりしましたよ。私もあそこの頂上では相当慎重に行動するつもりでしたが、助言がなかったら引っかかっていたかもしれなかったです。そうだったの、ありがとうポカノコ。そして君もって、そういえばまだ名前を聞いてなかったわね。そうでしたっけ。これは失礼しました。改めまして、私サザンドラと申します。え、サザンドラ？そうです。可愛い名前でしょ？以後、お見知りおきよ。ポカノコ、サザンドラってあの？よく見ると頭が3つあるし、3つの頭で何でも食べちゃって、かなり凶暴で誰にも止められることができないっていうあの？何それ、怖いです。って、それ私のこと？そっか、そういえばツターは知らないんだっけ。やだなあ、私そんな嫌な存在じゃないですよね。えポカノコさん、前にポカノコさんに話したのと同じ説明をツターさんにもすれば理解していただけますかね。聞かせてよ、私なんだか何がなんだかわからないよ。わかりました、ではお話ししますわ。キュレムが？キュレムがそんなことを？そしてこの世界を救うためにここに呼ばれて？ポカノコの役目ってポケモンの世界を救うことだったのか。ポカノコさんは人間です。人間であれば氷食体の影響も受けないかと考えました。しかしキュレムとムンナたちが守っています。彼らをかわして破壊するのはとても難しいですが、なんとかしなければなりません。このままでは世界は滅びてしまうからです。なんとかしなくっちゃ。ポカノコ、氷食体をなんとかして壊そう。私たちは近づけないから壊せないかもしれないけど、ポカノコを助けることならできる。そしてみんな協力してくれる。行こう、代表ガニ。代表ガニ行くためにはブラッキーさんたちの力が必要だそうですね。私たち2匹はパラダイスを目指していたのです。私もそれがベストだと思う。
パラダイスに帰ろう。そろそろ出発しましょう。大丈夫なの？怪我は？おかげさまでだいぶ回復しました。あまり長くいると敵に見つかるかもしれません。わかった、行こう。じゃあパラダイスに向かうんですかね、今から。まだあれかな、帰れない感じかな。これはここは砂漠？そうです、パラダイスに帰るにはここを通るしかありません。日差しが強くて厳しいですが、でも砂漠の終わりには水辺も多いところなので過酷な旅にはならないと思います。ただ遮るものが何もないので発見されやすいところがなんですが、一気に砂漠を抜けよう。日が落ちるまで歩き続けよう。さあそれじゃあまた行きましょうか。よし行くぜ。今度はどんなとこでしょう。火炎砂漠行きます。びっくりした、スターバスレベル30に上がりました。リーフブレード、え、良さそう。よし、こう。暑いのかな、火炎砂漠だと。もうなんだ、砂嵐。岩タイプか地面タイプか鋼タイプじゃないポケモンは少しずつダメージを受けてしまう。やば。天気が晴れてない間はタイプに関係なく全ての仲間の HP が歩いても回復しない。気をつけろ。マジか。怖っ。鉄壁で上がっちゃってる。うわ、いった、やば。やべえ、マジかよ。ちょ待って待って待って、回復が、オレンの実が全然ない。まずいな、やばい。みんなでアタックでちょっとやるしかねえな、これ。みんなでアタック。よし、やべ、マジか。あ、やべ、うーわ、マジか。ひどすぎる、マジで。ちょ待って、アイテムがない。オレンの実がもう、僕とだってスターも死んじゃうでしょ。これまずいっすね、これ。これやべえな、ここ、ここ。ちょ、もう早く、早く進む。よし。よし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 。やべえ、短いといいな。さて。5回。あ、でも、待って、上にある、あった。上にあんの、マジ神。よし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 、これはでかいぜ。よし、ボボボボボ、何今の、これこいつだよね、今やったの。え、違うの。おいおい、嘘でしょ。やば、強っ。オープンな、何あれ。勘弁しとくれ。あ、復活の盾、助かる助かる、復活の盾。いや、いけ、みんなでアタック。よし、強い。よし、上がろう。あ、終わったかも。やったね。よし、これでイベントパートですかね。
来た来た来た。なんかだいぶ日が落ちてきましたね。早く抜けないと、行けるところまで頑張ろう。はあはあ、すっかり暗くなっちゃったね。砂漠はまだ抜けられないの？そろそろだと思いますが。まあ今は敵が追ってくる様子もないですし、焦る必要はないと思いますよ。でもここで野宿するわけにもいかないよね。そうですね、とにかくあと少しで抜けられると思います。頑張りましょう。ふうふう、うー寒い。なんか急に冷えてきたね。そうですね、砂漠だからでしょうか。昼は暑くても夜は冷えるんですかね。それにしてもこれはちょっと寒すぎですよね。あそこに、どうしたの？小さな砂丘が見えます。あれ起これば砂漠は終わりなはずです。本当？もう少しです。頑張りましょう。なんだろうこの音は。何が？え、何これ。お、え、キュレム。やば。ああ、嘘だろ。サザンドラが、ポカノコ逃げて、ポカノコが踏まれようとしてる。ポカノコ、あ、ポカノコ逃げ、ポカノコ、おい、目の前で踏み潰された。僕もしかして。やめて、やめてよ、お願い、もうやめて。なんで止まってくれたの？お願い、もうやめて。私の大切な友達なのだから。戦意喪失か。ならば未来は変わらぬだろう。意志がなければ潰す意味もなし。そそり立った。命拾いしたな。大切にしろ。お尻が電気プラグみたい。ちょっと待ってよ。なんだ？このままだと世界は破滅するんでしょ。なんでキュレムは破滅の未来を？確かに我は破滅の道を選んでいる。しかもそれは遠い未来ではない。あと数日で氷食体は動き出し、世界は滅亡に向かっていよいよ加速する。え？それでも我はその道を守る。なぜそうするのか。それはこの世界が冷え切っているからだ。世界が冷え切っている？そうだ。この世界に住むポケモンたちは多くが自分のことしか考えていない。他のポケモンに対する不信感、自分さえ良ければいいという考え、将来に対する絶望や諦め、そんなポケモン一匹一匹が持つ負の意識が知らず知らずのうちにどんどん膨れ上がった結果、氷食体は生まれたのだ。氷食体は冷え切った世界を一度滅亡させ、新しい世界を生み出す働きを持っている。氷食体が？我はそれを知っているから世界の滅亡を止めないのだ。今の世界は本当に冷え切っている。サザンドラの実体、命の声もそうだ。命の声はこの星に住む自然のすべての生命の声というと聞こえはいいが、結局のところは自分さえ生きていければいいというわがままな声、身勝手な意志にしか過ぎない。最近天に昇る光を見たことはあるか？天に昇る光？あ、もしかしてあの時光ってた？前に宿場町の丘から光が昇っているのを見たことが。あの光が何なのか誰も知らなかったけど、あれはポケモンになった人間が元の世界に帰っていく姿だ。ポケモンになった人間？そうだ。サザンドラのメッセージを聞いてポケモンになった人間はそこのポカノコだけではない。他にも多くの人間がここに来ている。その人間たちを我が倒し、そして人間の世界へ送り返しているのだ。キュレムがポケモンになった人間を？どうあがこうが未来は変えられない。運命は生まれた時から定められている。変えてはいけないものなのだ。もしポカノコに未来を変えるつもりがないならば、
見逃してやろう。しかし、まだ世界を救おうという意識があるならば、その時は全力で叩き潰す。今ポコノコが負っているその傷よりさらに深いダメージを。光となって登っていった他の人間たちと同じようにな。そのこと、とくと心に刻んでおけ。そうか、倒されても送り返されるだけってことなのか。ふう、助かった。そうだ、ポカの子が、いや、その前にサザンドラだろ。おい、隣で散らばっとるが。ポカの子、ダメ、全然動かない。どうしよう、このままだとポカの子が。でもどうしよう、困ったな、ほんとどうしよう。あ、いたよ、あそこに。よく見てよ、あそこだよ。ほんとかよ。で、ほんとだ。おーい、あー、ノコッチが、ヘモンガン、それにノコッチも。よかった、無事だったか。二人、二匹ともなかなか帰ってこないから心配してたんだよ。どうして？って今はそれどころじゃない。お願い助けて、ポカの子が大変なの。あ、ほんとだ。ノコッチ、すぐにみんなを呼んできてくれ。うん。ここじゃ何もできないな。とりあえず手当てができそうな場所まで運ぼう。あー、すごいお話になりましたね。まさかサザンドラがね、あんなにこう砕け散ってしまうとは思わなかったな。これからちょっとすごい最強メンバーになるぜと思ってたのに、まさかサザンドラがいなくなってしまうとは。ということで、これでポケモンパラダイスに戻れることになるんでしょうか。ということで、今日はここら辺でね、終わりにしていきたいと思います。次回もね、しっかりお話進んでいきそうでちょっと楽しみですね。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは、つちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。